東京都が今日確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は329人でした。重症の患者は前の日から1人減って67人となりました。感染が確認されたのは10歳未満から100歳以上の329人です。先週の日曜日と比べると60人近く増えました。 直近7日間の1日当たりの平均は277.4人で1週間単位では前の週の81%程度になっています新規感染者の年代別では30代が50人で最も多く80代が45人で続いています重症化リスクが高い65歳以上の高齢者は全体の4割131人でした 重症患者は前の日から1人減って67人となりました。